はい、ということで今月も始まりました猫組長の経済セミナー3月号 with 井川さんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。準レギュラーになっております井川さんにも今日はお越しいただいておりまして、よろしくお願いいたします。まあ、いろんなことが今起きているわけでございますけれども、井川さん何が一番今、高市さんの今総務大臣じゃないですか、総務大臣の頃の例の文書の問題ですね。文書ですね。まあ、あの文書なんですけれども、行政文書とされている文書、これが本物か偽物かという話と、まあ、この行政文書をまとめたわけですよね。このまとめたもの全体が中身も本物かという話と、これ別の話なんですよね。でいわゆる行政の人たちが作った、まあ、一種のメモで、そのメモの内容自体も精査されていないと、誰か役人が勝手に作った文書なのではないかと。で当然総務大臣としてはそんな文書まで把握しているわけがないわけで、でいわゆるこれは公文書には該当はしないだろうとされるわけですね。なぜかというと、発出者誰が書いたか、そして日付も入っていない。つまり社内である回ってる怪文書みたいなものが確かに社内にはあるんだけれども、これ公の文書なのと言われるとそうじゃないよねというような状況だと思うんですけど、どうですかね。いや、まさしくそうだと思います。私もあの問題出た時にツイートをしたんですけれども、行政文書、本物の行政文書であるかどうかということと、その内容が真正というか真実であるかというのは別の問題だろうということ、それも分かんないのはあの知能が低いって書いたんですけれども、ね。うん、いや要はですね、本来だったら総理と当該大臣の話、これ電話の内容とかが書かれているわけだけれども、電話聞いてる人がいたのかっていう話なんですよね。聞いてたら聞いてたで盗聴で大問題だし、聞いてなかったら勝手な妄想で文章をまとめ上げたので、それは文章にはなっちゃうわけで、だからそうなってくるとその中身は捏造であるということになるんだと思う。猫さんどうですかね。よくわかんないね。でもいや、ああいう文書がこう出てくる自体おかしいよね。本来はですね。本来ね、あるいは例えば神聖なもんであったとしても出てきちゃダメだよね。うん、そう。だからそれを誰か小西さんに渡したという話で、うん、それがだから小西さんの後輩じゃないか、先輩後輩じゃないかという話になってまして、うん、そんなことしちゃダメでしょうと役人がですね、そもそも。だからこれ役人まずクビにする案件です。それがも情報が漏れたとすれば。漏れたというその情報管理、総務大臣に大きな責任があるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そのあたりは全く触れられずにですね、得体の知れない方向に議論が飛んでるといういつものパターンで、まあ、盛りかけと同じようなパターンにはまり込んでるなと思いながら見てるわけですけれども、まあ、いかがその盛りかけも似たようなもんでしたよね、あれも。いや全くそうですよね。話にならなかったら、話にならなかった。私はもう盛りかけに関してはもう語る気にもならなかった。いや結局ですね、まあ、そこで忖度したしないなんていうのは分からないし、その時にどういう判断をしたかって、役人がどういう思惑を持ってやったかなんて大臣レベルじゃ分かんないですからね、そもそも。それをぐず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 やられたら、だって大臣止まんないですよね。ですね、ということになるんだと思いますけれども、まあ、その今回 の, その高市さん、まあ、短歌切っちゃったんでね、高市さんがで突っ込みやすくなってしまったというところは実はあるというところはあるんでしょうけれども、ただあの文書の内容自体が捏造であるとするならば、捏造文書ということを言えるんだと思うんですけどね。はい、ということで1本目は、まあ、高市さんの案件なんですけど、これはまあ国会で決めることで、まあ、岸田さんがどうするかという判断、あと党内の判断にはなるんでしょうけれども、ただこれで首切っちゃったら誰も大臣になり手がいなくなっちゃいますからね。はい、ただ心配なのはあんまり自民党が、まあ、後ろからさすがに弾打ってないけど、あまり守ろうとしてないところがですね、高市さんのポジションがやっぱり羨まれてるというか、あの嫉妬されてるのかなと思うんですけれどもね。まあ、自民党らしいといえば自民党らしいパターンで、まあ、自民党員の議員の敵は常に党内にいるというのがの自民党でございますので、そういう意味では、まあ、後ろの敵から矢を打たれなければいいなというところはあるんだと思います。そしてもう一件はですね、ついにあの三浦瑠麗さんの旦那さんが逮捕されたということなんですが、猫さん最初から結構詳しくご存知でしたよね。全部知ってる。もう瑠麗がどこであの銀座で働いてた頃からの話を知ってるから、
銀座で働いてらっしゃった。働いてた。有名なタレントも飛び火するんじゃないかなと思うんだけど、この後。まあまあそれは後の場合。後の回で。後の回で。メンバーシップで。そうだね。なるほど、はい。ということになるわけですが、まあ、今回の案件なんですけれども、まあ、三浦瑠麗さんの旦那さんがなさっているトライベイキャピタルという会社があります。ここが太陽光のメガソーラー案件をまとめたと、元ソニーの伊豆井さんのファンドに持ちかけて、そこから10億円出されました、お金が出されました。これは特定目的会社の別口座にお金が入っていなくてはいけないはずのお金から4億2000万円がトライベイキャピタルに抜かれていたと。でこれが業務上横領に当たるのではないかということで今回逮捕の案件ということになったわけですが、まあ、そもそもこの元々の案件が詐欺で刑事告発されているということなんですよね。そうだ、ね、元々ね、トライベーやる前、ミロン旦那ね、名古屋のさ、名神会のさ、人から3000万ほど引っ張っちゃって、これ結構取り立てされてたのよ。ね、どこの代かも知ってんだけど、まあ、それ返しちゃったんだけど、この1年ずっと言われてたの、これ事件になるから早く手締まいしろ手締まいしろって。で弁護士も先月の段階だったらまだこれ和解できるから事件化防ごうよって言ったけど、あいつは聞かなかった、払いたくない、払う金ないからそもそもね、返す金が使っちゃったんですよね。使っちゃってるもん。そりゃそうじゃん。去年ヒルズだってさ、最初150万とこ住んでたのに、去年じゃ250万とこへいい高いとこ引っ越してさ、払えるわけねえじゃん、金ねえのに。まあそうですよね、虚職の夫婦なの。いやだって1億何千万のクルーザーとかでしょ。あれクルーザーはね、あれはね共同所有だったんだ。ただね軽井沢の別荘はね、家具だけで1200万ぐらい買ってる。アンティークのね。アンティークのね。じゃあ物件から全部入れたら1億円ぐらいは言ってるだろうね。言ってるし、まあ有効品使ってるよね。シャンパン台に消えたんだよ。シャンパン台シャンパン台に昼からシャンパン台。そう、なんか僕らは今見てるのはそのルーリーまで行くのかな、事件が行くのかなっていうのを、まあ、そうですよね、追いかけてるところで。結局トライベイキャピタルっていう会社と黒猫総研っていう、まあ、三浦さんが代表を務める会社って、同じフロアでどこまでがトライベイなのか、どこまでが山猫総研なのか分からない状態で事務員まで共有してたということですから。だし、あのお金使っちゃってるから、実際だったり夫婦で使ってるから。で実態としてね、夫婦で共に使って、これがなんで事件化したかも後で教えてあげるから、じゃあやばいですね。名古屋の名神会から3000万つまんでたと。名神会って舐め出してねえじゃん。言いましたよ。言いましたよ。本当？ダメじゃん。ダメじゃんって。いや、おっしゃってましたよ。名神会って言った？本当？あら。ということで、いろんな裏情報がたくさん出てきそうな話になってきておりますけれども、まあ、それ以外にもなんか2件太陽光でトラブル、トライベイキャピタル抱えあるしさ、そもそもそのお金引っ張る時の、あの書類なんか全部偽造だもん。偽造だから、あの地権者の承諾書とか、地権者の承諾書、あの偽造してるから、偽造だから知ってるもん、地権者も。あ、そうですか。書いてねえ、どこに行ったんだもん。それは本当に詐欺ですね。それ完全な詐欺ですよ。だからとりあえず最初は横領でやられるよとツイートしたでしょ。横領でやられたでしょ。詐欺だから。そうですよね。それ地権者の合意を得たということで10億引っ張ったんだけど、そもそもその地権者の合意を得たという書類そのものが偽物だった。一部はそれと あるんだけど、本物もある。合意してないとこあって、もう仕方ねえ、金引っ張るの仕方ねえから自分で作っちゃった。それはダメでしょ、どう頑張っても。はなからダメなの。ですよね。で、まあ、とりあえずお金だけでも返して示談にしとけばですね、なんとか逃げれたでしょうけど。それをね、この数ヶ月やってたのに言うこと聞かなかったよね。
あの太陽光、私あの関西の方で太陽光で成功してる人存じ上げてるんですけど、やはりいろいろ特殊なテクニックとノウハウが必要、まあ、あのバックグラウンドとか必要ですから、どんな、多分三浦さんのご主人はやっぱりそういう意味で言うと素人筋なのかなっていう気がしますけれどもね。まあ要は地上げ案件ですからね、これ。そうなんですよ。昔のバブルの頃の、 あのゴルフ場の地上げと似たようなもんでしょ、うん、その集落のですね、有力者をどうやって説得するかとかですね、集落によっては結構ちょっと微妙な集落もあったりなんかしてですね、そこをまとめ上げる力っていうのが必要なわけでして。そうですよね、はい、ですから、まあ農協だとか漁協だとか、その地域によってその力を持ってる実力者っていますんで、はい、おっしゃる通り農協の組合長さんをいかに籠絡するかとかですね。そうですよね、農協とか漁協とかそういう地元の有力な人たちをうまくこう転がしながら、地元の合意を得ながらやんないといかないというので、まあ、メガソーラー簡単なように見えて実はがかなり難しいし、同時にただ同然の土地を金のなる木にすり替えるビジネスモデルでもあるわけですよね、猫さん。そう、そうだし、やっぱりあの出来上がった時のさ、あの収入が決まってるわけじゃん、はいはい、国の固定買取で、はい、FIT でね、はい、そこがもう味噌だったんだよね。もう、うん、一気にみんな太陽光行っちゃったじゃん、うん、いや結局固定買取で利回りが確定するわけですよね、土地の仕入れ代からすれば。急に入んだもん、利回りすごいいいじゃん、硬いよ利回りが。利回りどのくらい出るんですかあれ。なんかあのそれはやり方によるけどね、やり方いっぱい あるよ。俺売ったら ここは何パーセントなんで、もう今でも売買やってて、僕らのところ来る暴力団ばっかり来るよ。あ、暴力団ばっかり。手を引きたいから、あやばいから。そろそろやばくなってきたから、まあ、でも仲介じゃ不動産とか入ってるけど、これ反社案件じゃんって全部もう断ってて、うん、ただもう右か左あるだけでもう利回り決まってるから、うん、もう儲けは出るんだよね、うん、まあ現金があればですね。僕の後輩はさ、大阪で本当こいつも成功しててまだ30代だけど、うん、懲役8年って出てきてさ、いきなりその太陽光の親方と一緒になって暴力団辞めてから、うん、やりだして、ほらすごいよ、人財産作ったよ30代太陽光一本で、ほらもう東京からもう大阪もうタワモンのさ最上階収益物件で買いまくって、うん、俺車だって15台ぐらいベントレーからランボルギーから読め、それで SDGs のバッチつけてんの、ね、すげえなーって言って話。ひどいね。まあ SDGs っていうもの自体がですね、そういう得体の知れない金儲けの、まあ、詐欺のネタだよ。ネタですよね、まあまあ詐欺のネタとまだ言うとあれかもしれないけど、よくわかんないですからね SDGs そのものが。そういえばなんか私が元いた会社の今の社長がなんか SDGs のバッジつけてなんかあのこの間出てましたけどね。もうダメだね、もう長くない長くない、あれつけ出したら長くない、300億赤字出すときながら SDGs でなんか猫綱に再生しますとか言ってましたね。次元が違うから、まあね、継続可能な社会づくりっていうのが建前ではあるんですけどね。だけど SDGs って実際何やってんのって言ったら言えば得体の知れないことばっかりですもんね。ねえしさ、最近さ、うん、コオロギじゃん、コオロギ SDGs の一環、コオロギコオロギクエクエクエで、うんね、もうあそこであのパスコがさ余計なものを入れないっていうのが宣伝文句だって、余計以上のもの入れたって大炎上してるじゃん、うん、コオロギよ、コオロギコオロギを詳しく、その反面さ乳牛、うんを屠殺したりさ、もう牛乳余って、うん、牛乳余っちゃってね。いやもうこれいろんなものがセット、 SDG のセットで、あのそもそもその人口減少、日本人口減少すごく今問題されてるじゃん、うんね、うん、いや当たり前じゃん、うん、人口増え続けたら大変だから、大変ですよ、ね、食べ物が足んなくなる、国っていうのはあの出来上がってからその人口のピークがあって、人口ボーナスの時期があってね、うん、経済成長も同時にやっていって、うん、ピーク打ったら衰退していって人口も減少していくんだから、うん、人口減少していきゃいいじゃん、食料が必要な食料が減るわけだから、増えすぎたんだからそもそも、うん、そうじゃない、それはコロ、うん、なんで急にコオロギなの。いやだからね、コオロギ自体がそもそも雑食で、うん、餌食うのさ、餌はだって穀物を与えてるんでしょ。いやすごい、あの遺伝子組み換えてない無農薬のすごいいいやつを食べるらしいよ。いやそれだったら普通に鳥や豚食べた方がいいじゃないですか。いいんだけど、コオロギやっぱりあのコオロギがあの補助金出るようになったから、だからその SDGs 関連の太陽光の後輩とかは農業法人買って、うん、次コオロギ育てますって言ってたもん、うん、1万ぐらい前。い
やだけどね、常識的に考えて鶏肉と同じように餌与えて鶏肉の 60% ぐらい餌食うわけでしょ、うん、鶏食べてりゃいいじゃないですか。でさらにプリン体が多すぎて食べたら痛風になるって言うんでしょ、うん、だけどやっぱりね、あの 米農家もそうだし、それ豚養豚、うん、養鶏もそうだけど、うん、やっぱりあのあ新しいとこが参入して補助金をかすめたりするのは難しいんですよ。フルマラル産業が確定してますからね。だから新しいものには補助金つけたらやっぱり食いやすいから一気に出てきたよね、うんうん、本当詐欺師の温床だよ。いやだから結局農水省自体が非常に古い役所で新しい予算を引っ張ってくる能力がなくなっちゃったわけですよ。でだから結局古い役所で新しい予算を引っ張ってくるには新しいネタが必要であると。これはあの太陽光と一緒ですよね、ある意味電力における。いや新しいこう太陽光利権の次だよこれ、うん、ですよね。太陽光のやつは本当にコオロギに行ってんだもん、うん、俺の知り合いその小僧です、後輩も和歌山の方へ、うん、コオロギの養殖するからって今土地買ってる、うん、いやだけどコオロギなんかね無理だと思いますよ。補助金はいけるよね。あれ、うん、しかも多分あれ国産というかその日本在来種のコオロギじゃないじゃないですか、うん、ヨーロッパ必ずこの問題はね、そのうちね逃げ出したのが繁殖してって、ね、遺伝子汚染だとか生態系ってもう、うん、あの中国オオサンショウウオだとかヒキガエルなんかと同じ話に、あウシガエルか、ウシガエルもそうですから実は外来種ですから、うん、太陽光とこれも一緒で放棄された太陽光パネルが問題になって環境問題になってるじゃん、はい、コオロギだってわーっと湧いてそれに食うだけ食って潰れたとこがさ、コオロギ大量廃棄してさ、うん、大繁殖するよ、うん、もう目に見えてるよ、ね、未来が目に見えてますよね。確かにコオロギ本当にバリバリバリ食ってるやつ10年後に仮面ライダーみたいになってるよ、うん、お前どうしたのそれって言ったらコオロギ食べ過ぎてその前に痛風になってますから好きなやつは食っとけって。いやもう趣味のレベルでね、うん、いや食ってくるのはもうどうぞどうぞなんだけど、うん、それをパンに混ぜようだとかさ、みんなで食おうだとかさ、うん、巻き込むなよまともな人間って話、そうです、変態食じゃん、あんなもん。まあまあ、一種のね、そうじゃん。で本当ね、もう過去の歴史、農業の歴史見てきゃさ、うん、江戸時代から農業のすごい効率化が図られて明治時代になって、うん、その時だって3000万人しかいなかったんだから人間、うん、日本人だって、はい、それが一気にね1億2000万人までピークいったわけじゃん、はいね、減っていって食料問題って出てくるわ、うん、なんでじゃあその食料のもっと効率上げねえの、普通の食料の、うん、だから普通のだから多く捨ててるおからだとかね、そういうものをちゃんと有効活用する方が優先課題なわけですよ。だしさ、あの僕はフードロスも大嫌いで、うん、どんどん捨てりゃいいと思うの。どんどん生産してどんどん捨てりゃ余剰だから、それって、うん、余剰がないと経済って潤わないから、うん、あと困った人ももっと増えてくるから余剰なくしていくと、うん、だからどんどん作りゃいいのに生産効率も上げずにさ、コオロギで行こうとか、うん、バカじゃねえのって話頭悪いですよね、うん、いやだって食材として決して効率的でもなくて健康的でもないものを、気持ち悪いじゃんそもそも、うん、そうですね。で大体日本人ってほとんどのものね、歴史において食べるチャレンジをしてきたと思うんですよ。あの戦後だってさ、食料なんでそれはあのバットだってさ、あのイナゴだって食ってきてるわけ、ヘビだって食ってきてる、うんうん、けどコオロギ食ってねえのよ、うん、なんかあんだよそうですよね、間違い世界中イカって食ってるよ。だってフグなんかですよ、うん、大分行ったら肝まで食うわけですよ、無毒化して。うまいよね肝ね、うん、でしょ、うん、あれね、無毒化して食えるということを確認するまでに、うん、何人の命がなく、うん、いや、少しの量だったらさ、あの痺れるぐらいで大丈夫じゃん、でそれ少しずつ試していったんだと思うよ、こうやったりいや、あと味噌につけて無毒化するとかね、そうそうありましたね、そういうので先人の知恵だね。いやまあ世界中でね、やっぱりいろんなものみんな食ってるし、まあ、一部あの昆虫食の文化のとこってありますよ。アボリジニはこんなでこんなあの、はい、なんだっけ、あのカブトムシの幼虫食ったりとかアリ食ったりするけども、ね、基本的に世界中で一番種類が多い生物って昆虫なのに、うん、食べてる種類ってむちゃくちゃ少ないじゃないですか。基本的にね、あの昆虫って食べないもんなんだっつうんですよ、多分。ちっちゃいよコオロギだって、うん、あれがさ豚ぐらいになるんだったらさ1匹が、うん、あと食い手があるからいいよ、うん、こんなちっちゃいの何匹食えばいいの。いや結局ね、あの解体できるっていうのが食べ物の基本らしいんですよ、うん、例えば、うん、フグだったら肝の部分が毒素があるんで、はいはい、そこを外せばいいと、うん、要はコオロギそのまますりつぶすわけですから、うんうん、糞まで吐いてるわけですよ、うん、
そういうことですよね。そうだよね。粉末化するってことは。どのぐらい使うかって言った中で読んだんですけど、うん、あれたちのコオロギ、あの 1匹で1グラムらしいですよ、あれ。だから、1キロで1000匹潰さなきゃいけない。みんなコオロギ食べたらコオロギ不足になるじゃん。いやまあ、繁殖させるらしい。コオロギ滅滅したりしてね。食べだからキロ7000円とかキロ1万6000円まであるっていう。すげえ高い。だからグラム700円から1600円って和牛か、和牛食べれますよ。だからマリファナより高いじゃん。マリファナより高い。高いよ、グラム300円だもん、おろし。ああ、うん、マリファナで。そう。いや、とマリファナより高いですよ。高いね。はい。だから1匹がいくらってことは、キロで1600円ということでグラムですから、だから1匹100円？1600、ん？160円。キロ1キロ、1キロ1000グラムですから、1000で割ったら、うん、1グラム1000匹売るじゃん。1000匹。安いじゃん、16円ぐらい。16円。安いじゃん。1匹16円。ボリボリ食えんやん、ブラウン。いやどうかなと思いますけど、まあ、中華料理なんかでですね、うん、あのミノムシみたいなのを食べたりとか、そういうの、うん、地域によって。タイとかさ、昆虫食で普通にタガメとかさ、はい、いろんな昆虫食うじゃん、はい。そういうところでどん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 頑張って食べてもらって、そっちの普通の食料を減らしてもらったらいいんで、うん、中国とかタイとかさ、うん食べ。今でも食べてるとか抵抗ないから、うん、どんどん輸出しちゃってさ、うん、工場も作って、うん、もう。それでちゃんとした食材をこっちでもらえるんだよ。沖縄はセミ食べますけどね。あ、そうなんですか、うん、セミ、まあ、あでもそうすると共通してるかも。タガメもね、あれ実は見た目あれ違う、あの 水の中住んでますけど、あれセミなんですよ。へ、親戚でいうとセミがね、セミとタガメってすごい近い、うんうん、近いんですよ。だからなんかあれは多分中空洞だから、ほとんど外のあのキッチン室だけ食ってるんじゃないですか。シャワシャワしそうだな。まあ、羽は取るのかな。あと足とかがさ、挟まりそうじゃない。いやいやだな、聞いてるだけでそれ僕昆虫嫌いだから。で、なんでね、でもある意味差別だと思うんですよ、うん、なんでコオロギが良くてゴキブリはダメなのかとかね、うん、そういう議論もやっぱり必要だと思うんですよ。中国ゴキブリ、食用ゴキブリあるでしょ。中国食用で、あのビル・ゲイツがゴキブリミルクなんて言って、うん、そうだそうだ、やってるね。だんだんなんか胸が痛い。ゴキブリミルクね、あったあった。長野でね、イナゴ食うじゃないですか、うん、あれはなんかあのイナゴってあの草食だかららしいですね。草食です。なんか読んでたら、はい、その長野の人がで子供の頃バーッと取って、うん、あの一品にあの飴に、うん、飴だけみたいにして食べて、うん、ご飯のおかずにするんだけど、うん、あのつくだ煮みたいにして、うん、たまに何匹かに1回なんかうえってなるのがあるらしい、うん、それがね、間違ってバッタが入ってると。バッタはダメなんだ。バッタは雑食だからなんです。でやっぱりそう、本場の人がそう言ってるんで、同じような感じだけど、やっぱり草食と雑食で違うんです、うん、そう。蜂もですね、蜂の巣にあの殺菌効果がものすごいあるじゃないですか、はいはい、毒入らないように、はいはい、プロポリスなんかも有名ですけど、うんうん、で蜂の子供なんで、うん、あれ成虫は食べないんですよね。あ、なるほど。あ、そっか、あれだけがね、あの与えてるから、そう、あの健全な餌だけ与えてるんで、だから結局体に害はないというのが蜂の子を食べる理由なんていうのを聞きまして、そういうのを考えると、雑食で何でも食べちゃうコオロギわざわざ食べる必要あるのと。いや本当だし、ちっちゃいよそもそも個体が。ですよね。ちっちゃいし、わざわざこんな粉末にしてさ、パンに入れる必要ねえじゃん。そのまま焼けよって話よ。余計コストかかる。そうだから、なんかドイツではアイスクリームの上にコオロギが乗ったコオロギアイスとかあるらしいですよ。見ましたね。それって、まあ、映えるのかな。あの見た目だけじゃん。別にその1匹乗っていっても栄養がそうですごいいいわけじゃないし、うん、美味しいわけでもないから、うん、そう話題性だけじゃないかな。いや、あのクリーム自体にもコオロギパウダーが練り込んで入ってる。勝手に食ってろ。いやだからね、パスコもね、やっぱり失敗したと思うんですよね。パンの上にトッピングでコオロギがこう乗ってるとか、中に丸ごとコオロギが何十匹と入ってるとか、そういうね、そういうパンを作ったり、あと当たりだったら袋の中に梱包材の代わりにコオロギ、乾燥コオロギがずらっと入ってるとか。いや、それでパスコをやった後さ、あの日清だとかカルビーだとかも、うん、そんな声上げて、結局カルビーはもうさっと引いたよね。それはそうでしょうね。叩かれて、うん、あれしてた、見解を出してた。いや研究はしてるけど商品化するつもりはませんとか言ってた、うん、その点まだ偉いのよ、マーケティングはできてる、うん、できた。パスコはバカだよね、もう開き直ったようなさ、
見解を研究する群馬 の,、うん、あの研究所に出させて開き直りみたいな、うん、バカ野郎。いや結局ですね、あの森田グループって言って名古屋の財閥なんですね、うん、敷島製パンって、うんね、森田醤油ってあの醤油の森田さんとかソニーの森田さんとかの、うん、あの一族でオーナー企業なんですよ、うん、悪い意味で。で株主の顔色見なくていいっていう。それでね、役員とか社長の顔見たけどね、もうじいさん使えねえじいさんばっかり。あれだって全部親族ですもん。もうだろうね、ほんとダメなやつらばっかり、うん、いや長男次男三男かなんかがこう役員にいて、でその下の方にはその子供らしき森田なんとかさんっていうのがずらっと並んでますから、うん、まあ天下の田舎企業というか。だからその本当マーケティングへの挑戦で失敗。あこれ何これあ出た。わこれは福岡市コ食べてみる。いや結構です。結構です。そもそもねクリケットパウダーとかってね本当にねあれコオロギって書けよってねあれね。二星コオロギだって。気持ち悪い。まあだからまあ名古屋の田舎企業で結局オーナーがねみんながっちり組んでまして、それでなんか専務が持ち込んできた案件らしいんですよ。で専務案件で押しちゃったんじゃないですか。なるほど。身内に恥かかせるわけいかないですからねそういう企業で。そのまんまじゃんコオロギこれ。うわ、ま、うわ、うわ気持ち悪い。夢に出てきた。えぐいわそれ。なんだこれバカじゃねえの。それだから狂ってるよね。もうこれもう無理に食べる必要ないの。ない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 。いや食べるもあんだから。いやそれで本当にもうこれから大飢餓状態になって食糧難になって。だから最後食べる人は食べるだろうよ。もう食べるもなくなった。いやてかね飢餓の状況になったら、うん、もう普通に穀物のまま食べれば。うんだしそのコオロギの餌がなくなっちゃうよね、うん、そもそもね育てる、うん、だってあの豚肉で鶏肉で6倍、豚肉で8倍、牛肉で12倍から15倍の穀物がないと同じカロリーにならないんですよ、うん、でコオロギの場合4倍ぐらい使うらしいんですね、うん、だからそのまま穀物で食べれば100万人の人がね、わざわざそのまま食べれば100万人助かるものを75万人に見捨てろと言ってるのと一緒ですからね。そうだね。それでその育てる間のコストだとかもあるわけで電気代がね、でロスだってあるわけで、うん、バカだよね、うん、そうだから本当に食料なんで考えるんだったらそのまま食べればいいし、タンパク質ということで考えればオキアミがいいんですよ一番、ね、はいはい、自然界で作れて普通に簡単に養殖ができて大量生産ができて害がないんですから、そもそも網の佃煮美味しいですしね網の佃煮美味しい。いや本当海、日本は海囲まれて水産資源あるんだから、うん、そっちへ行った方がいいの。なんでいきなりコオロギ、まあ、これも SDGs だもんね、まあ、だからアメリカとか海外でそれを推してる人たちがいるからそれに乗っかっちゃってるんでしょ。乗っかっちゃっててさやるんだけど政治家もバカだよね、うん、あのあと話したけどさ、渋谷でトイレができたじゃん、はいはい、あの男女共用みたいな。男女共用、誰でもトイレですね。そう、それも同じようでコオロギもそうなんだけど、大多数の意見をさ押し合って少数意見ばっかり取り上げるのよ、うん、これって公共の福祉に俺反すると思うの、うん、もう基本的な考え方が間違ってると思って、はい、それに乗っかってる政治家ってなんだろうね。いやだから最大幸福社会っていうのが政治の求める姿なわけですよ、うん、本来は。それが最大幸福社会じゃなくて、不幸な人を最小限にとどめるみたいなわけのわかんない思想になっちゃってますよね。あのそのトイレさ生物学的に男と女で分けて使いゃいいわけで、うん、心が何であろうと、うんね、それをその少数者に配慮しすぎて、なんで多くの人が不便だとか不利益を被らなきゃいけないのっていう話で、それをやろうとする政治家ってチャレンジャーだよね、挑戦してるよね。いやだって票にならないですからね。おかしいよね、何やって。本来リベラルっていうのはもう極端こと言えば人類みんな一緒じゃないかって言って包含していく、包摂していく方向に行かなきゃいけないのに、今のリベラルってまあアメリカの民主党もそうですけど分断を呼んでるんですよね。LGBT、L と G と B と T とその Q は違うんでとかですね言い出してきて、それぞれの権利とか言うんで、そうじゃなくてみんなもう
みんなセックスする同じ人類じゃねえかでいいわけなんですよね。そうそう、だから少数派を取り上げれば取り上げるほど分断進めていってるんで、よく多様化だって言ってるけど、多様化っていうのは実際には分断だと思ってるんですけどね、うん、私はね。いや本当ふざけてて、最近のね、うん、その政治だとかこういうコオロギとかその LGBT だと一気に押し寄せてきたじゃん、うん、あのムーブメントがね、うん、いやそれどうなのっていうのは、そんなことより、まあ、そういう人は我慢してくれなきゃダメなのよ、うん、ほんの少数がわがままでね、いや男だけど女トイレ使いたいなんか言って、それもわがままだから、うんね、生物学的にいや男用のトイレ使ってくださいっていうのが当たり前だから、うんうん、女あの渋谷にできたトイレなんか男と女が使える、あんな嫌でしょ女性もさ、うん、表でおっさんがじっと待ってたら嫌だしあれ結局ですね、うん、あの今までだったら女性トイレに男性が入っただけで逮捕できるわけじゃないですか、うん、ところが中に忍び込んでじっと待ってて閉めた瞬間に襲われたってどうしようもないでしょ。どうしようもないよね。そういう危険もあるし、うん、そもそも生理現象に対処するための施設だからトイレって、うん、そうです、ね、男と女もうこれ科学生物学で分けなきゃ仕方ないの。そうです、ね、すごくプライベートな空間だから、うん、それねどうかしてるよどうかしてますよね。狂ってる。私はあの LGBT に対してあの偏見とか差別あんまりないつもりなん、うん、というかゼロなつもりなんですけれども、うん、あれは間違ってますよね。間違ってますよね本当間違ってる。 私は体は男ですけど気持ちは女なんですって女に入ってこられたら女性たまったもんじゃないですよね。たまったもんじゃない関係ねえよっていう話で、あ心は女、分かった分かったと、分かったけどトイレと風呂は男性を使ってくださいの話じゃん。そう、もう心はいいからって、まあ、それせめてですね性転換をしたと、そう、それはいい、それはいいということだと思うんですけれども、性転換もせずにですね気持ちだけは女だからって言われてもですね、だってあの LGBT を私も勉強した時に16種類か18種類の組み合わせがあるんですけど、組み合わせっていうかあの分類があるんですが、その中で体は男だけども本人の性認識、人意識は女性であって、それでもって好きな対象は女性だって、それってダメだ、それどうなのよっていうね、ただ変態じゃんそれ今ね58まで増えました。増えたんですか、はい、すごい、分類が、私あの16か18の時に僕は勉強したんで今ねあの無生物愛とかですね、あの生き物じゃないものを愛するとか、二次元愛とかそういうのまで入ってますから、はい、今にさ犬と結婚させろとかいう運動も起きてくるよね多分ね。あ、それね動物愛っていうのも入ってました、ね、動物あるはずだから、はい、いや権利を認めろって騒ぐやついるよ、それ乗っかるやつもいるよ多分。そうですよね、動物と結婚ができればそこに犬に相続権が生まれるとか出てくるから犯罪もできますよね、それね。できるさ、昔さ相続、そ昭和のさ50年代なんかペットの名前で口座作れてたわけだから。あ、そうなんですか。そう、ペね、あ、そう、そうか、そうそう、個人情報が入れなかった。できてたんだけど、犬のための自分の飼いのための銀行口座とか普通の大手銀行が作ってくれてたわけだから、うん、ポチだろうがタマだろうがなんだろうがそれで預金バンバンできてたわけ。はいはいはい、ね、いやもうややこしいよ、うん、本人確認なかったですからね、当時なかったのよ、はい、私はね、まあ、性的指向ってあの好みの方じゃなくてあの指さす方ですね、性的指向っていうのはやっぱりもう持って生まれたものでどうしようもないんで、うん、差別とかですねそういうのは良くないと思いますが、うん、行き過ぎたそれで、まあ、結局 LGBT に限らずもとにかくそっち行っちゃいますよね、もうあの腐ったリベラルっていうのは、うん、っていうかね結局これアメリカで民主党が政権取ったのが悪いんだと思うんですよ単に結局トランプとか保守派って言われる人たちはそういうのを徹底的に排除しようとしますから、うん、だからアメリカでも何ですか、エコ投資に対するファンドを ESG 投資を潰す法案を上院が出したりしてるわけですよ、うん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 、だけれども逆に言うとその民主党はそれ以外の人たちでなんか変な方にお菓子をコルテスと、お菓子をコルテスかとかとかですね、あの精神異常のあの女の、ね、いやまあまあまあ、情緒不安定なね、情緒不安定な方とかもう落ち着かん、とえたいず怒ってる人ね、興奮してね、まず落ち着けと思うんだけど落ち着けないんだあの人、病院で見せた方がいいんだよお菓子をさんなんか、いや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 、まあそこはまずカウンセリングからだよ、そこは分かんないですけど、うん、とかですね、ああいう人たちが結局大きな声を出すようになってしまって、うん、なんか変な方向に進んじゃってる、うるせえんだ、だからそれをバーンともう跳ねのける、跳ねのけなきゃいけないの、
ちゃんとダメなのはダメと、まあ、だから本来だったらこれ結構あのキリスト教あたりが反対に回ってて今までだったらですね、動いてたんですが気づいたらどうせやよ罪だよ焼き殺されるんだよ。いやいや本来キリスト教もあのイスラムも禁忌ですからね。そうで20世紀までさイギリスとかはさあの犯罪にしてたじゃん一部、ね、どうせやよ、あのなんだっけいやだけど今だからイエズス会なんで、うん、あのカソリックもですね異端の宗教なんで、そういう意味ではだからその何も言わないのを悪用してるような側面もあるのかなという気はするんですけどね。困ったもんだよ本当困ったもん。でもこれどうしようもないでしょ。どうしたらいいんですかねこれ。いやだからダメなものはダメってはっきり大人が言うの、うん、声出すの、うんうん、それしかないですよね。それしかない。もうしつけができてないんだよね、うん、最近のねそのあい変なこと言うやつらはね、うん、もうダメ哲学的に言っちゃうの最後は、うん、いけないものはいけないの、うん、ダメなものはダメだ、ダメなのはダメなの、うんね、明確なことはいらないの。いやだ別にねその男性が男性好きだろうが女性が女性好きだろうがそれ全然構わないと思うんですよ個人的。ただそれを保護しろと言われると、そうなんですよね、保護しろとか優遇しろっていうのはそれは間違いだよと、うん、それは権利は認めるけど好きにやってくださいと、うん、おっしゃると。そうだからそれを排除しようとする人が差別者だから、うんね、いや同性愛やめろとかいう人が差別者なの、うん、あと同性愛者に指差す人が差別者だから、うん、こういう人たちを排除したりするのが大事、うん、だけど同性愛のこの野郎同性愛とこの野郎で来るようなやつらはそれがどうしたっていう話になっちゃうわけ。権利を主張しだすと、うん、トイレいや心は見た目はおっさんだけど心は女だから女トイレ入るぞこの野郎やつは、うん、このバカ野郎って怒らなきゃダメなの。どんなカテゴリーでも必ず少数者と多数者ってのはできちゃうわけで、その少数者のに対しての、まあ、寛容さってのは持つべきだけれども、その少数者の方が声高にあの行き過ぎた権利を主張するっていうのはやはり世の中はやっぱり多数派で構成されてるわけですから、社会の効率も落ちますし、あのコストパフォーマンスもどんどん落ちてくるわけですから、やっぱりそこはお互いに節度を持って、多数派はマジョリティはマイノリティに対して寛容さを持ち、マイノリティは、まあ、あまりその行き過ぎた権利の主張はしない、声高にしない方がいいんじゃないかって、それが保守の大人の世界かなと私は思ってるんですけどね。ほとんどの人たち実際の LGBT 知り合いいますけど、ほとんどの人たちは迷惑だって言ってますからね。そうですよね。静かに我々は暮らしたいと、十二分に幸せだと、まあ、確かにお風呂入ったりするときに入れなかったりするけど、それは個室がついた温泉に行くから俺ら関係ないと言ってますからね。我慢しなきゃいけないのそういうの。ですよね。もう普通女性ばっかり入ってるんだから、そこへ自分が入りたい、うん、心が女だから入りたいっていうのはこれはわがままだっちって教えてやんなきゃダメなんですよ、うんうん、家で入れとか個室の風呂入れっていう話になるわけ、うん、そうだからこの手の差別とか云々の法案っていうのは、まあ、概念法とか言って建前として立て付けしてるけど、うん、結局それをもとに条例作られたりね、むちゃくちゃな権利主張が通ってきちゃうんで、だから法律を作るときにあえて差別も優遇もしてはならないにしとけばいいんだと思うんですよ。いや本当基本は公共の福祉だから。そうですね、みんなの幸せ。タトゥー入ってる人はなんかお風呂入れさせろっつって声上げないんですかね。上げないですそう入れるとこ行くから。私の知ってる女性でもやっぱりタトゥー入れてたらやっぱりなんだっけな、うん、あっち大磯のなんとかあったじゃない、大磯のあの、元西部系の大磯ロングビーチ、ロングビーチあそこのプールでやっぱり出てくださいってやられたって言うんですよね、うん、ワンポイントぐらいのタトゥーでもですね、うん、まあ、だからタトゥーに関しても、まあ、社会的にはね、もともとはまあそうなんですよね。だからあれも差別っちゃ差別ですよね。今そうじゃないとワンポイント入れてるだけでお風呂入っちゃいけません、プール入っちゃいけませんなんていうのも。いやだから入れ墨つけてるとお風呂もプールも入れないけど、おちんちんつけてて女湯に入れるそうそうそう面白い国ですねそう本当ふざけてるよね。それおかしいよねで誰が考えてもおかしいよねっていう、そういう話だと思うんですが、それがなんか当たり前のようになんか権利を主張する方が出てきておりまして、これはこれでどうやって
まあね、静かになってもらうかって、まあ、最初に出てきた高井さんの話もそうなんですけどね、なんか異常に声だけでかいうるさい人たちが最近なんかやけにこう目立ってるように気がするんですが、どうですか井川さん。そうですね、まあ、それをねやっぱり新聞だとか、まあ、オワコンがね扱ってるわけじゃないですか。スピーカーの代わりにやってますけど、ね、ってですね、だからそんな政治家も気にしなくていいと思うんですけど、高市さんだと今回の問題だって小西ごときがギャーギャー言って取り上げてるのは地上波と新聞でしょ、まあ、ネットでは話題になってるけど、うん、ネットではちゃんと両方とも議論が上がってるわけで、うん、まああの、うん、気にするしないでくださいっていうのが私があの高市さんが言う機会があるんだったら、うん、堂々とまっすぐあの、ね、間違ってないんだったら普通にやってればいいんじゃないですか。高市さん呼べばいいじゃん。たまに呼んでるんですけどね、はい、やっぱり忙しいの今なかなかね、大臣だとねいろいろ制約かかっちゃうんですよ、喋れる内容ない。大臣になる前はよくお越しいただいてて、うん、この前もあの別の番組でお越しいただく予定だったんですが、禁足かかっちゃいまして、うん、国会でお越しいただけなかったっていうのがありましたけれども、うん、また改めてですね、高市さんとかあと片山さつきさんあたりも呼んでみますか。本人も呼べばいいんだよ。本人さんもねいやいやお越しいただけるなら呼びたい。呼んだりね、一応呼び出してみたらいいじゃん、まあ一応ね、言いたいこと言いよ、俺も来るから、はい、いやだけどね、ある意味ね、猫組長が言うように大人が言わなきゃいけないだとか、うん、社会常識って、うん、ある意味そのかつて左翼がいて右翼の人たちがいて、右翼が左翼の抵抗勢力として結構暴力団も含めて一定の働きを果たしてきたと思うんですよ。でやっぱりヤクザが弱くなったっていうところで、そういう左のいわゆる過激派を押さえつける暴力装置がなくなったっていう側面も、それもあるし、左翼だって昔は明確な目的があったの、わかる？あのもう左傾化させて左翼政権を樹立するっていう目標があったわけ、うんうん、けど彼らは彼なりに国家のためを思ってやってた人ばっかりだから、本物の左翼はもともとは、うんうん、もう間違ってても良かれと思ってやってたの、うんうん、今の左翼活動って違うじゃん。左翼かどうかさえ分からない奴らがこういう主張して騒ぐんだから、うん、それに乗じてるだけだから、共産党だって立憲だってね、うん、まあ、そこに利権があったりね、金になるっていう踏んで、うん、動いてるだけですよ、ね、でそれをなんでそんないきなりムーブメントが大きく起き出したかって言ったら、ネットの普及だから、うん、ネットの声が大きくなっちゃったから、うん、もうそれもうまあ数勢だよね、まあ、仕方ないね。あとはですね、抗菌チューチューのモデルもですね、うん、今回コラボ問題とかで出てきましたけど、コオロギもそうだし、ある意味この LGBT っていうのも抗菌チューチューをやろうとしている人たちの姿が背後に見え隠れしてますよね、明らかに。もうだからね、そっちだったらそっちではっきりしていいの、うん、利権で金儲けでやってんだっていうのは分かりやすくていいんだけど、うん、そうじゃない人たちもいるじゃん、うん、真面目な人真面目なね、ある意味真面目な人たちもいるし、本当バカみたいな人たちもいるし、うん、もう、困るんだよね。もうそういうのも引き連れてさ、ざわざわざわやられてデモとかやったりさ、騒いでどんちゃんどんちゃんやられると、うん、もう本当あの平穏な社会が乱れるから、うん、やめてほしいよね。まあ秩序乱してますよね。本当バカなんだよ。うん、なんか最近私そうだ、うん、今思い出したあの、うん、上野千鶴子さんがね、実はなんか結婚されていたとかね、びっくりしましたけどね。まあそういうもんですね、左っていうのはね。そういうもんだよ。意味含めて。ああいうさ、ちょっとあの知識層の、左翼が引っ張っていっちゃうわけじゃん。頭の悪い連中、うん、ゾロ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 引きずる。どんどんその集団が大きくなっていっちゃうわけ。なんかわかんないけどついていっちゃう人たち。あのなんとかの笛吹きみたいなね。そうそう。ブレーメンの笛吹きみたいな。あもうそういう状態。でもう後ろの方だったら分かってねえのもう、はい、隊列のなんか分かんないけどあの暇な人がついていっちゃう人っているわけじゃん。火事起こったら後ろ取り負けてきて、けど一番後ろ分かってねえのよく、うん、よく分かってけどうるさいのそういう人たちって、はいはい、もうそう、もう変なね祭りなんだよね。まあそうですね、うん、だから、まあ、僕いつも思うんですけど、あの勲章あるじゃないですか、あれってお金ほとんどかかんないんですよ。だから左翼の連中に陛下が発行する勲章をバンバン配っちゃって、で最初はトップの人で、次はその次のクラスで、最終的にはみんなに配っちゃったら無価値化するんで、確かにそれが一番ね安上がりかなと、ね、あの日本の右傾化を進める上で。いやけどちゃんとした左翼だったらそんなもの断るでしょ。いやいや、みんなね、あの園遊会に
来たかってるわけですよ。そうなん、もう呼んでやればいいじゃん。日経も共産もみんな園遊会大きくしちゃってさ、東京ドームかなんかにみんな集めてさだって共同通信系の真っ赤な新聞社だって、うん、あそこで社長た、うん、さんたちになると園遊会呼ばれたりするわけですよ、うん、勲章もらえたり、であれ嬉しくて嬉しくて、みんなタキシード作っていらっしゃるわけですから、あんなに真っ赤な新聞社の社長喜んで行ってんな園遊会とか見てんですから、そうなんだ、はい、まあ、左に行ってる人って基本的になんかルサンチマンとか嫉妬とかそれが多いですからね、本当は勲章もらいたいけどもらえないんだっていうとこからもらってる連中の足を引っ張ろうというわけですからね、で実際自分がもらえるとね嬉しくなっちゃうねまあそんなもんでございますけれども、まあ猫組長の経済セミナー、今月はこのあたりで、はい。